昭和の黒幕と呼ばれた大道寺稔氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がようわかりませんわ兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんは村長そこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭からお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったらキリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従やあ。ええ、我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよんだら。キリュウさん、ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表でやキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。終わらせてやるよ。
じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろ。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな、頭。本家の連中に見せたれや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。大したもんじゃ。